SCP-3681、5体例。オブジェクトクラス、アンコンテインド。特別収容プロトコル。2011年以降 SCP-3681 の出現は報告されていないものの、規制現実内のバックドア双方へのアクセスエリアにある全てのスタジアムは監視されなければなりません。SCP オブジェクトが再出現した場合、機動部隊タウ20、1体例が配置されます。説明、SCP-3681 は2011年のバックドア双方大次元間サッカートーナメントで第5主義を代表する一流のサッカーチームです。このチームはサーキュラーペンタゴンと呼称され、11人の異常な第5主義者の選手で構成されており、ジャージの数字に応じて SCP-3681 1から11に指定されています。選手の異常性は最低限であり、彼らは地上から数メートル離れたところにボールを浮揚させ、それを短時間空中に浮遊したままにしておくことしかできません。SCP-3681 はトーナメント1回戦。財団フランス支部によって研究されている GOI、ユニベルジル王国のユニリストチームとの試合でのみ観察されました。ユニリストチームが5対0で試合をリードしていたにもかかわらず、SCP-3681 がボールを破裂させると、ボールは煙の匂いのする蜂蜜状に溶け、その後審判は勝者として SCP-3681 を宣言しました。試合中、SCP-3681 の選手はサッカーをプレイしようと試みませんでした。彼らは自分たちの間でボールを浮揚させていました。審判は SCP-3681 と共に消滅したため確認できませんでしたが、彼も第5協会のメンバーであると理論付けられています。SCP-3681 が試合に勝利したと宣言されると、チームは目標を達したこと、この現実とは得点が一致していないであろうことを発表しました。このイベントの後、ユフタリストチームが敗者に指定され、対戦は他の2つのチームと対戦することによって再度行われました。ホイ 3681.1、次元間異常サッカー連盟 IDFAS は、以下の文章を観客に公開しました。バックドア双方の次元間トーナメント。どうしとサッカーファンの皆さんへ。あなたが気づいたように、あなたが今見た試合はトーナメントの中で最もつまらないものでした。でも心配しないでください。他のものよりはるかに凶悪なものがあるでしょう。もしペンタゴンサーキュラーがどこに行ったのか疑問に思うのなら、それについて考えないでください。角をめがけてのゴールを5回許しても、彼らは勝利しました。彼らはあなたよりもはるかに遠い場所、第5星座へと行ってしまいました。5つのゴールは彼らを巨大な輪の中に閉じ込めた多角形の1つを破るのに十分でした。彼らは彼らのゴールを達成しました。